はい、皆さんこんにちは、ナリグルビッシュです。今回プレイしていくのはですね、ヤクルトとの2連戦をお届けしていきたいと思います。その前に、休息を1回入れて東京ドームで、杉内と立山の投げ合いですね。立山久しぶりに見るな。健在ですね。でもスライダー、フォーク、シュート、カットにチェンジアップ、全球種持ってますね。杉内と立山の投げ合い、投手戦になる予想ですけど、杉内最近ね、打たれてるイメージあるからな。リアルプロ野球でも、このプロ野球スピリッツでも、どんな試合展開になるか。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、さあまずは1回の表の守備からですね。杉内の立ち上がり、まずはジャイアンツ山田ですね。ホームランも打ってるからな、山田。そうですね、後ろのバッター、ただここは空振り三振で、立ち無難な立ち上がりを見せた杉内。一方立山の方も1回の裏、ジャイアンツの攻撃、ここまで1番2番と切って取ってますね。さあそして高橋、ここでホームランが出ると通算350号ホームランの達成となります。チェンジアップ、初球空振りです。危ない球です。さあ第3球はここは狙いを決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。なるほど、そうですか。インコースを落としました。ボールはキレがありました。さあ2-2から、これ当てるの正解ですね。またファウル、なんだろう今のボール。ボールカウントは2ボール2ストライクです。さあまずはヒット1本、うわー、これはどうだ、アウトか。一塁アウトで、足がもうちょっと早かったらね。ヤクルトに先制許しますね。4回の裏、バッターボックスは3番高橋、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはフォークから入ってきました。際どいところに投げてきますね、高橋。熟練の投球術っていう感じだけど、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。ボール球とは思いたくない、今打ったボールは。ただここまで立山の前にヒット1本に抑えられてますね。バッターボックス高橋、先ほどの打席は球数も7回裏で70球ですからね。まだ立山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ホームランを狙っていきたい。失投が来たら仕留めます。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。うわぁ、空振りになります。ストレート来たな。このストレートは厳しいところ。2ボール2ストライクです。これはなんだろう、サーブじゃない、スライダーかな。打ちました。ボテボテ。これはただ逆に、よっしゃ、これが今シーズン100本目のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。ボテボテの当たりですけども、とにかくねヒット1本打つと気持ちが全然違うんで。しかも由伸のヒットを皮切りに逆転してる、これはいいヒットだと思いますよ。試合を制したのは読売ジャイアンツです。日産、相手エースを打ち切る。あ、村田にホームラン出てますね、13号。まあ、今の見た感じだと、うわ、アンダーソン分かってるな、高橋のヒット足がかりに勝ち越したって。ちょっとここでね、この後能力上げましょう。特に足は上げたい。走力、
さて、ヤクルトとの第2戦はですね、先発は村中、ストレート146キロ、スプリットを持ってますね、ツーシームも持ってますと、チェンジアップとカットボールもありますね。ジャイアンツの方の先発は沢村。お伝えしてまいります。さあ今プレーボールがかかりました。さあ沢村の立ち上がりは大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でした。村田やっぱ守備うまいっていうイメージありますからね。このプロ野球スピリッツの中でもスーパープレー何回か見せてくれたことありましたけど。さあそして高橋、ここでホームランが出ると通算350号ホームランの達成となります。まずはチェンジアップから、初球空振りです。そしてストレート、外低めのボール、ノーボール2ストライクです。このスラーブが外れてます。さあ勝負してくるのか、ボールになります。さあ仕留められるか。2ボール2ストライクになって村中、これは甘いボールでしたね。なんだろう、フォークかな。低めの変化球は外れました。さあフルカウントです。うわー、最後ツーシーム、三振です。いいボールでしたね、最後のツーシーム。さあヤクルトに1点先制を許した高橋由伸の第2打席、3回の裏ワンアウトランナー1塁、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは村中、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどうコントロールしていくか。日産この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくか。これはいいバッティングできました。なんだろう、ツーシームか、もしかしたらチェンジアップか、まあ、そんなボールですね。阿部、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあジャイアンツ一打同点のチャンスです。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね、切りました、ファウルボール。さあ同点のチャンスで、わー、阿部は空振り三振か。タイムリーとはいきません。ただ得点源打率3割超えの長野を迎えます。さあそして打席には長野が入ります。ここは期待していいと思いますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあチームとしてはここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよね。あ、今の球は打ちたかったですね。そうですね、バッターの長野、今シーズン得点圏での何か高め、抜けた抜けた抜けた、セカンドランナー帰れば同点。三塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、これいい走りしましたね。好走塁です、ね、ジャイアンツ期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。そしてアンダーソン、まず何を投げてくるか。まずはボールから入りました。これはファールボールです、ね、スタンドに入ります。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。落としてきましたが、さあ2-2からアンダーソンへ、これでフルカウント、フルカウント、ランナーは自動的にスタートを切ります。これはいい当たりだったけどファールか、打ち損じてしまいましたね。そのようですね、これがフォアボールですね。外れてフォアボール、これで村田を迎えるか。村田を迎えたこのチャンス、勝ち越しになる。レフトへ、これは2点タイムリーだ。この回ジャイアンツ3点取って逆転に成功してますね。さあこの流れに便乗して、ヒットもう1本打っておきたい。
高橋が入っています。ワンアウトランナー二塁一塁。得点圏には追加点。どうだ、これは入ったか、入ったか、入ったか。だー、フェンス直撃か。セカンドランナーホームイン。バッターランナーもうちょっと角度がついてたら入ってましたね。ジャイアンツ追加点を挙げました。4対1、これでリードは3点となりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。さあ試合の方はというと動いてます。こちらが先ほどの配球になります。3点リード6回の裏。このスライダーは捉えたかったな。このスライダーも捉えたかったな。泳ぎます。ノーボール2ストライク。インローボール。これで2-2ですね。動きません。よく見ています。これは何だろう、今のボール落ちるボールだったんだ。これでフルカウント。3ボール2ストライク。落ちるボールですね。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めました。外れてフォアボール。吉信の方はもう退いています。ジャイアンツの方は危ない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 。最後は1点差まで追い込まれましたけど、1点差10対9で逃げ切れました。試合を制したのは三浦ジャイアンツです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、乱打戦というのはまた投手戦とは違った見応えがありましたよね。いかがでしたか。いや本当にね、両チームとも打撃陣よく打ちましたね。本当によく打った、そんなゲームになりました。バッタージャイアンツ接戦をものにしました。一方のヤクルトスワロー、カープきっちりついてくるな。 2.5 ゲーム差で、はい、というわけで、今回はですねヤクルトとの2連戦をお届けさせていただきました。次回はですね、タイガースそしてベイスターズと連戦が続いていく様子をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。